はい、皆さんこんにちは、ワナルグリッチです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンダム神湯ディスク続きをプレイしていきたいと思います。今回は神湯ディスクの一番最後のストーリーになります。命切って、ジャミトフハイマンはグアダンでハマーンカンにより暗殺、バスクオムも戦士と表向きはされ、現ティターンズの実験はパプチマスシロッコへ移行した。我々は先のメイルストローム作戦でアクシズの手に落ちたグリプス2を制圧、コロニーレーザーでアクシズの軌道修正に成功するが、その発射の隙を突かれ、現在ラーディッシュ以下のエウゴ艦隊はアクシズとティターンズの艦隊に総攻撃を受けている。アーガマもその支援に全速で向かっているが、ではゼータガンダムはビームライフル装備で出ます。カミ、戦争が終わったらまた前みたいに学校へ行って喧嘩して昔みたいになるわよね。まあ、カミは劇場版とこのアニメ版で白っ子戦の後の結末が皆さんご存知の通りちょっとずつ変わってますよね。まあ、おそらくこのプレイステーションの機動戦士ゼータガンダムはアニメ版に準拠した内容になっているかなと思います。見つけたぞ。さあ、ジェリードのバウンドロック、まあ、ジェリードが乗っていた最終機体ですね。ここは接近戦は挑まずにですね、射撃戦でバウンドロックを削っていきましょう。まあ、どうもね、もうここまで来てもなおちょっと格闘戦ビームサーベルを振っての戦いが苦手なので、どうしてもこのライフルを撃っても射撃戦に徹さざるを得ないというのはあるんですけど、まあ、このねニュータイプモードではないオールドタイプモードであれば十分に戦えますね。勝つエヴァ注意。逃げる神湯。舐めるからさ。ラムシャス、よくも。エマチュイ、ラリッシュ、マークスへ接近させます。ダメだ。エマチュイを見殺しにはできません。すまない。よし、ラディッシュ前進。撃沈されます。注意が無事ならいい。変形、勝つ。まるでみんな戦いに引き込まれていく。この戦いを生むものは何だ。あの向こう、不愉快だな、この感覚は。再びバウンドドック戦だな。神湯、掴んだぞ。貴様のようなのがいるから戦いは終わらないんだ。俺を戦いに駆り立てたのは貴様だ。そんなこと言えるのかよ。
俺は貴様ほど人を殺しちゃいない。俺は人殺しじゃない。俺がこの手で殺してやる。そうしたら戦わずに済むだろう。さあ、パウンドドッグ戦2連戦になりましたね、結果的にね。ここも先ほどと同じように射撃戦に持ち込みましょう。まあ、ちょっと弾切れが激しくなると思う。後ろに見えるのは、これは、ラーディッシュだ。まだラーディッシュを、撃沈はされていなさそうですね。突進される。突進をかわして、で、敵の射撃戦持ち込むというところですが、ちょっと食らっちゃいましたね。ラディッシュ、モロトモ、ジェリドンのバウンドを食う撃破です。どうなんでしょうね。ラーディッシュクラスの戦艦、まあ、巡洋艦戦艦だと、どれくらいの人員で運用してるんでしょうかね。アーガマまで戻りましょう。マーク2で戦うのは無理です。偏見艦長やカツを殺した人、このままにはしませんよ。この決着はつけるんです。ゼータが絵巻を回収。マーク2、損傷しています。マーク2、メタスと共に帰還。ラーディッシュが沈んだというのか。勝つの戦士か、偏見艦長も。ゼータガンダム司令。次はハンプラピカ。宇宙世紀のガンダムシリーズの中でも最強と言われることが多いオールドタイプの中の最強戦士、ギャザンとの戦いですね。ハンドラビは接近戦で格闘戦を挑んでくると思うので、絶対に近寄らずに、ここもライフルにおける射撃戦で蹴りをつけましょう。かわしてくるな、あの距離で。さすがギャザンですね。常にバックステップをしつつ、敵が射撃体勢に入ったら、こちらも射撃体勢に入って、ライフルの打ち合いで、仕留めましょう。今ね、アンドラビア、ビームサーベル、かざしてますよね。セーター、逃がさんぞ。貴様、人がいっぱい死んだんだぞ。お前もその仲間に入れてやるって言ってんだよ。遊びでやってんじゃないんだよ。なんだと、あれは。命は力なんだ。命はこの空を支えているものなんだ。それをこうも簡単に失っていくのは、それはひどいことなんだよ。こいつはなんだ。何が楽しくて戦いをやるんだよ。貴様のような奴はクズだ。あの光、バリアなのか。よく見つけてくれて。どこが痛むんです。体中がね。もう少し引き寄せれば5隻や6隻の戦艦は沈められる。コロニーレーザー砲を使うんですか。そうだ、コロニーレーザー砲にモビルスーツ3機が向かっています。カミーをレーザー砲の守りに向かわせろ。はっ。カミー、私は見たわ。ゼータガンダムは人の意志を吸い込んで自分の力にできるのよ。だから私の命を知って、そして戦いを終わらせるのよ。カミー指だ。私はただ世界を誤った方向に持っていきたくないだけだ。
ジャビ家再興を阻むのなら排除するまでだ、シャア。貴様のようなニュータイプの成り損ないは粛清される運命なのだ。わかるか？それは違う。何？本当に排除しなければならないのは地球の重力に魂を惹かれた人間だろう。けどそのために大勢の人間が死ぬなんて間違ってる。愚劣なことを言う。ちっぽけな干渉は世界を破壊に導くだけだ。少年、コロニーレーザーが発射される。脱出するぞ、カミーユ。でも君のような若者が命を落として、それで世界が救われると思っているのか。新しい時代を作るのは老人ではない。来ました、グリプス2。発射準備よしです。よし、いや、発射体制のまま待機。待てませんよ、ターゲットは動いてるんです。分かっている、レーザー砲の中にはカミーユたちがいるんだよ。みんなが逃げ出すまで、それまでは。出てきました、着色灯ゼータです。よし、コロニーレーザー発射だ。ラジオ、ジオとの決戦になりそうですね。そこか、やはりジオですね。さては、シロッコのジオ戦ですね。ここのジオとはまともに射撃戦では勝てない。格闘戦ではね、ちょっと苦手なので勝てないと思うので、射撃戦に持ち込みましょう。ただジオ回避能力が高いな。もうちょっと距離を詰めないと、これがなかなか効果的に当たらないですね。なのでちょっとライフルの消耗が激しいですが、ここはじっくり確実に射撃戦のままちょっとずつじりじりと削っていきましょう。一回ライフルがチャージされたら、ここで決めたい。全部詰めて当てる。焦りすぎだからいけないの。パワーが団地なんだよ。そんな時はどうしたらいい？ライラさんだ。俺の体をみんなに貸す。ライラさんがカミーユに話しかけるシーンがありましたかね。現実の世界の生き死ににこだわるから、一つのことにこだわるんだ。勝つ。ゼータ、どうしたんだ。わかるまい。戦争を遊びにしているシロッコには、この俺の体を通して出る力が。体を通して出る力、そんなものがモビルスーツを倒せるものか。カミーユがその力を表現してくれるマシンに乗っているゼータガンダムにね。女の声、まだ抵抗するのなら。もう一回ジオの白く戦ですね。しかも今度はゼータはバイオセンサーを発光させている状態で戦うことになってますね。まあ、ただそれでも戦い方は変わらず、引き続き射撃戦で当てていきましょう。あ、今被弾したけどダメージを受けてないので、これ無敵モードだ。であればちょっと格闘戦にもチャレンジしたいな。こういう時じゃないとなかなか格闘戦を仕掛けられないので。
その距離でジオかわしてくるのがすごいですよね、ライフルが。そしたら珍しく格闘戦で、ただライフルが回復したらやっぱり射撃戦に戻しましょう。どうもサーベルを当てるのか分からない。で、切らしたらサーベルを抜いてサーベルを切っていきましょう。で、回復ライフルの残弾回復したらまた射撃戦に、ね、戻ります。この距離でかわしてくるっていうのがすごい。本当に白っぽい。さあ最後はライフルで振る。おお、当たった。ライフルじゃないですね、サーベルですね。サーベルを振って当たりましたね、珍しく。なぜ動かん。私だけが死ぬわけがない。貴様の心も一緒に連れて行く。ブッ、神ユッピダン。光が広がっていく。大きな星がついたり消えたりしている大きい彗星かな。違う、違うな。彗星はもっとバーって動くもんな。暑苦しいな、ここ出られないのかな。おい、出してくださいよ。ブライト艦長、神指だが聞こえますか、アーガマン。お前もアーガマに帰りたいの。はい、というわけでプレイステーションの機動戦士ゼータガンダム神湯ディスク攻略完了になります。でこの後はですね、この機動戦士ゼータガンダムプレイステーション版の目玉の一つでもあるクバトロディスク、シャーディスクですね、こちらのプレイへと入っていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、その様子をプレイしていきたいと思います。